Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Holorealization. Ja, gerade eben habt ihr ja gesehen, wie ich hier hingekommen bin, um die Premiere-Quest weiterzumachen. Fragt mich nicht, warum Premiere da nicht auftaucht, aber jedenfalls steht sie da, denn ihr seht es hier in meiner Eventliste. Oh nein. Jedenfalls können wir alleine zum Café. Das ist eigentlich nicht das Café, aber das werden wir trotzdem dann noch machen. Und jedenfalls wollen wir die Quest von Premiere weitermachen. Ihr seht hier überall einige Fragezeichen und Ausrufezeichen und blabliblub. Aber das soll euch nicht interessieren. Das ist für mich für die 100%. Aber das werde ich euch noch in Tutorials erklären. Oder wie zum Beispiel ihr das bei der guten Silica seht, dass ich hier zum Beispiel auf Level 5 bin. Kurz vor Level 6. Das werde ich euch alles noch erklären. Aber jetzt gucken wir erstmal, was das ist. Ist das jetzt die Premiere-Quest oder das mit dem Kaffee? Ah, Kirito-san. ちょうどいいところに. Ja, Silica-ni-Pina. Ore-ni-nani-ka-yo-ka? Kini-naru-uwasa-o-kiitan-desu-kedo. Gen-e-no-dou-kutsu-tte-gozonji-desu-ka? Gen-e-no-dou-kutsu? Kiita-koto-nai-na. Soko-ga-dou-ka-shita-no-ka? まだ見つかって間もないダンジョンらしいんですけど。何でも特定の人にとっては願いが叶う洞窟だっていう噂なんです。願いが叶う？なんだか怪しげだな。特定の人っていうのもよくわからないし。けどちょっと気になりませんか？どういうことか真相は知りたいよな。 それでもしよければ一緒に探索なんてどうですかとお誘いしたいのですが。よし、それじゃあ一緒に行ってみようか。はい、ありがとうございます。やったね、ピナ。洞窟に行く前から願いが叶っちゃった。 ここが幻影の洞窟か。 外から見た限りでは普通の洞窟のようですね。入ってみよう。よいしょっと。随分狭い通路が続くな。大丈夫か、シリカ。私は体も小さいですし、平気です。それにしても洞窟のかなり深いところまで来たけど、噂になるようなものは何もないな。 人によっては願いが叶うというのは何のことだったんですよね。マップの構造から見てもどうやらここらが洞窟の最奥みたいだな。あ、宝箱がありますよ。よし、宝箱を開けてみよう。わかりました。ずい。これは、幻惑のアメジスト。 ただの監禁アイテムだな。監禁アイテムを手に入れることが一部の人の願いにつながるんですかね。入手するのも楽だし、コルに困っている人にとっては夢のアイテムかもしれないな。よし、とりあえず洞窟を出ようか。はい。って、うわ！どうした、シリカ。 と言われても、その、あ、ごめんなさい。私では変なこと言っちゃって。けど胸が大きくなったのは事実ですし、一体なんで？ひょっとしてアバターに変化が起きるトラップか。トラップ？要は足かせみたいなものだよ。
行動を制限する感じでさ。確かに下を向いても足元が見えないし、ちょっと動くにも体が重く感じます。これは今まで味わったことのない感覚ですよ。足かせなのに何か嬉しそうに見えるんだけど。そんなことはないですよ。けどもしかすると願いが叶うというのはこのことなのかもしれませんね。え、どういうことだ。噂では特定の人には願いの叶う洞窟だという話でした。ですからその胸が控えめの女性には夢のような洞窟と言いましょうか。なるほど。納得していいのかすごく困るけど。おっと、大丈夫ですか。なんか足に違和感が。あ、俺の足もおかしなサイズになってる。ああ、本当ですね。50センチくらいのサイズがありそうです。やっぱりこれはアバター変化で行動を制限するトラップだな。これじゃ歩きづらいし気をつけないと。足のサイズを大きくしたいって願ったわけではないですよね。足先だけ大きくなっても嬉しくないぞ。ですよね。願いが叶うっていう噂だったけど、やっぱり人によるのかな。とにかくこの洞窟が風変わりなのは分かったよ。じゃあ洞窟から出ようか。はい。道が細くて思うように進めないな。さっきまでスイスイ進めた道なのに。大丈夫かシリカ。無理です。胸が挟まってこれ以上進めないんです。え？でもこの不思議な感覚は何でしょう。通れなくて悲しいはずなのになぜか嬉しい気持ちが。とりあえず俺が引っ張るよ。お願いします。行くぞ。胸が潰れちゃう。でもでもこんなセリフを言える日が来るなんて。よし、もう一回引っ張るぞ。えい。やりました。通れました。よかった、なんとか抜け出せたな。胸の大きい人は洞窟攻略一つとっても大変なんですね。そうなのかな。おっとシリカストップ、前方にモンスターがいる。バトルですね。準備は大丈夫です。よし、じゃあ一気に片付けよう。はい、行きます。はあ、って、あれ、うまく探検が振り切れない。シリカ！胸が邪魔になってうまく戦えません。また胸か。じゃあなるべく防御に徹しててくれ。わかりました。キャーって、おー、大丈夫ですか。思い切り転びましたけど。俺も足がでかくなったせいでうまく動けないんだった。どうしますか。やばい、こんな状態じゃかわせない。ピーナ、ナイススタン。ピーナがいてくれて助かったよ。いつもなら
そんなに手こずらないはずのモンスターなのに。全ては余計なところが大きくなったせいだな。今辛抱して早く出口を目指そう。なんとか出てこられました。まったくとんでもないダンジョンだったな。あ、胸が元に戻ってます。もう本当だ。すっきりしたな。すっきりだなんてひどいですよ。あ、違う、すっかり元に戻ったなって言おうとして。それよりも俺の方も元に戻ったぞ。本当ですね。動きにくいし散々だったよ。だけど無事に攻略できてよかったな。はい。どうした？なんか落ち込んでるように見えるけど。いえ、なんでもないですよ。胸が元に戻って残念なことあるわけないです。胸が大きいと細い道は通れないし動きづらいし大変なことしかないですからね。本当何か懸命に自分に言い聞かせているみたいに見えるけど、納得してるならまあいい。やあプレミア。ごきげんよう。なあ、ついてきてほしいところがあるんだけど、付き合ってもらえるか？ついてきてほしいというのは？なんて言ったらいいのか。プレミアが訪れるべき場所かな。みんなが君の力になりたいって協力して探したんだ。みんなが協力？キリト、あなたも？ん？私のために協力したいと思ってくれている？ああ、もちろんだ。わかりました。付き合います。あ、キリトさん、こんにちは。いや、シリカにピナ。どこかに行こうとしていたところか？立ち回り方を復習しておこうと思いまして。立ち回りか。ソードスキル後の硬直とかはしっかり覚えておいた方がいいもんな。あのよければ一緒にフィールドへ行きませんか？戦闘のこといろいろお聞きしたいですし。なあ、別に構わないよ。協力できることがあればさせてもらうよ。ありがとうございます。おお、ナイス連携。うまくいきました。相手との間合いとスキルの硬直時間がバッチリ計算されていたな。その辺のコツが分かってきたんです。ピナ、回復ありがとう。ピナは本当にシリカ思いだな。こんなにピナと心を通わすことができて本当に嬉しいです。シリカが優しいからだよ。あ、そうだ、この先の森に生息するモンスターのこと知っていますか？モンスター？見た目は鹿みたいな子です。この前餌のアイテムをあげてみたら美味しそうに食べてくれたんですよ。へえ、シリカはモンスターに好かれているな。せっかくですからその鹿を見に行ってみませんか？ああ、いいよ。俺も餌をあげたら食べてくれるかな。優しい子たちですからきっと大丈夫です。モンスターがいるのはこの辺りか？そうです、きっと木陰に隠れて。あ、いましたよ。あれがそうか。
非アクティブのモンスターなんだな。はい、なのでこちらが攻撃しない限り襲われることはありません。そもそもあんな可愛い子を攻撃するなんてできないですけど。そういう気持ちがテイマーとしては大事なんだろうな。よし、それじゃあ早速餌をあげてみるかな。私がいつも持ち歩いているナッツをお分けします。ティナも大好物なんですよ。もしかしたらこのナッツで懐いてくるかもしれません。そうしたら私とビーストテイマー仲間ですね。もしそうなったらシリカにいろいろ教えてもらうよ。戦闘を見ていただいたお礼にいくらでも教えちゃいます。よし、ナッツをオブジェクト化して。ほら、うまいぞ。あれ、食べる気配がないな。もしかすると警戒しているのかもしれないです。ほら、安心しろって。別にお前を食べたりしようなんて思ってないから。鹿料理って何が有名だっけ。食べる気満々じゃないですか。ちょっと気になっただけだって。それにしても餌を食べに来てくれないな。あの、私が試してみましょうか。この前は普通に食べてくれましたし。そうだな、ちょっと頼むよ。では餌を出してっと。さあ、餌だよ。大丈夫、怖がらないでこっちにおいで。おお、シリカに寄ってきた。いい子だね。はい、食べていいよ。見てください、食べてくれました。すごいなシリカ、さすがテイマーだ。よしよし、まだ餌はいっぱいあるからね。ひょっとするとテイムモンスターを連れているプレイヤーはモンスターと友好関係を築きやすいとかあるのかな。ん？おっと、一匹だけじゃなくてこっちにもいたのか。お、まだ出てくる。おい、シリカ、鹿がどんどんそっちに行くぞ。え？どんどん？って、なんか私、囲まれてる？ちょっと待って、こっちの子に餌をあげてから。シリカは本当にモンスターに好かれているな。そんなことを言っている場合じゃないです。助けてください。助けてって、こいつら今はアクティブ状態じゃないし安全なはずだけど。安全かもですけど、ある意味安全じゃないんです。いやー、見えちゃう。ピナ、助けて。おわ、ピナ、何するんだ。なんで俺の顔に張り付いてくるんだ。結局餌を地面にばらまくことでなんとか抜け出せました。起点を聞かせたな、見事だったよ。あの子たち、よっぽどお腹が空いていたのでしょうか。いや、シリカはやっぱモンスターに好かれているんじゃないか。思っていることが通じるというか、そんな気がする。思っていることが通じるですか。あ、そういえばピナはなんでご主人様がピンチだっていうのに
俺にまとわりついてきたんだ。違いますよ。あの時ピナはちゃんと私を助けてくれたんです。え？ちゃんと私たち心が通じているんです。ピナ、ありがとうね。なんで俺の顔を隠すと心が通じているんだ。